今回アンダー23日本女子代表の監督を務めさせていただきます高倉です。よろしくお願いいたします。今回の大会は、アンダー23ということで年代を区切った代表ではありますけれども、前回大会に引き続き、とにかく若手次のなでしこを担う世代ですので、いい経験ということではなく、チャンスがあればもちろんカナダのワールドカップに、1人2人ということを送り込めるような、実践の場にしたいなというふうに考えております。昨年ですねアンダー23の合宿がありまして、そこでもちょっと練習というか一緒にやったんですけれども、もちろんこの選手たちは非常に能力が高いですし、リーグの中でも活躍をし始めている選手ではありますけれども、実際グラウンドで接する中で、やっぱりおとなしいというか、なでしこが憧れであるような雰囲気を非常に強く感じて、今回選んだ選手たちがグラウンドにどういう雰囲気を持ってくるかというのは言ってみないとわからないんですけれども、本気になるっていう、本当にそのなでしこのポジションが欲しいという、本気でそこをつかもうとしていないようなことを感じているので、それがやはりなでしこの その若手がなかなか育ってこないという現実であると思うので、とにかく持っているものは高いので本気で上目指せということは言い続けるつもりです。寮ができますかと聞かれたら寮がしますと答えます。日本人の特徴であるその勤勉さといいますか、真面目にそのチームの戦いというところの約束事を個人個人がしっかりやろうとす、ハードワークしようとする姿勢っていうのは若い世代でも持ってますし、またそこのプレッシャーのかけ方であるとかラインの保ち方っていうところ、あと穴が開かないようにこうみんなが協力して守備をするっていうところから、もちろんその予想以上にこう速い選手であるとか90分連続してその穴が開かないということはないと思いますけれども、そこをなるべく出さないようにしながら、90分戦い続けるということをの質を上げていくということで対抗していきたいと思います。でまた先ほどのお話になりますけれども、やはりサッカー点取らないといけないと思うので、守備的に戦うつもりはないので、日本のその守備良い、いい守備の中から日本のやはり技術であるとか運動量を含めて、いろんなイマジネーションを持っていろんな人間が攻撃に関わっていくという攻撃を出せていけたらいいのかなというふうに思っています。